あなた運がいいんだって。マダムシンコこと川村信子社長、70歳の感想枠をお願いします。元従業員の男性が未払い賃金約200万円の支払いを求めて訴えています。求人サイトインディードに月給35万円以上残業代含むとありましたが、使用期間は25万円で3ヶ月後の期間終了後には約17万円になって退職したそうです。会社の方は閲覧数を増やすために給与額を高く表示したのに過ぎない雇用契約の労働条件ではないと争う姿勢ですということですね。はい、ありがとうございます。そうですね。僕もそんなに、詳しい、なんていうんですかね、知ってるわけじゃないんですけども、僕は、服装とかね、その、なんていうかな、漢字、テレビとかよく出てたんで、はい、あれ、いうのを知ってるんで、僕絶対に買わないですね。はい、じいさんうんちありやす。じいさんうんちありがとうございます。だからその、顔面をね、まじまじ見たわけじゃないんですけども、大体のキャラは、わかってるんで、僕絶対に買わないですね。あとですね、まあ、これはこの個人的なね、評価なんで、なんぼ言っても名誉毀損とかならないと思いますけども、僕はバームクーヘンね、バームクーヘンの上でですね、なんかキャラメルみたいな、カラメルみたいなのをですね、かけてるんですよ。はい。なんで、僕、バームクーヘン自体がですね、全く好きじゃないんですよね。正直、僕も鑑定長いことやってるんで、あれがそのブームになった時とかですね、お土産でね、お菓子って、よくもらうんですよ。お菓子、ああいうのとかね、年輪屋とか、はい、バームクーヘンとかね、もらうお土産の定番なんですけども、いらんす。美味しくないし、糖質が高いし、あんなもん食ってたら、病気になりますよ。糖尿病に。これは本当にね、そもそもですね、バームクーヘンなんか、もともとね、生地も糖質ですから、糖質の上にあんだけ砂糖かけてたらですね、はい、糖尿病になりますって。いや、むちゃくちゃ甘いですよ。はい、むちゃくちゃ甘い。だって普通のバームクーヘンの上に、そのキャラメルをかけてるんですよ。見てもらった方が早いかもしれませんね、こういうの。そうそう、僕がいくら喋ってる。別に好きな人がいても否定しないですけども、僕は、全く好きではないですね。あ、でか。こんな感じです。僕今言ってみたいに、バームクーヘンの上にですね、このカラメル、キャラメル、をかけてる、プリン、プリンをイメージしてるんですかね。プリンをイメージ、してるのかもしれませんけども、むちゃくちゃ甘いんですよ。なんで、もうこれをもらったときは、もうそのまま誰かにあげたりとかしてましたね。だからちょっと甘すぎるし、はい。で、僕は、バームクーヘンで言うとですね、ユーハイム。はい、ユーハイムのバームクーヘンが一番美味しいと思ってるんで、これはさすがにですね、もらっても、最初の1、2回は食べましたけども、こんなもんね、一人暮らしでですね、もらって、ね、これ全部食べてたら本当に病気になるんで、はい。だからもうちょっと厳しいですね。面作に渡したかな。でもよく会社とかその周りの人に渡してましたね。ちょっと食えないんでね。せめてですね、この一かけらぐらいやったら食ってもいいですけど、こんなもん一人暮らしの人がもらってね、この、一個丸々、一周丸々っていうのは食べれないですよね。で、ものすごい甘いんですよ。からね、なんていうかね、僕の批評を言わしてもらうと下品なんですよ。はい、味が下品。別に。バームクーヘンに品を求めるかどうか別なんですけども、僕はあんまり、こういうので、品のない、下品な味は好きじゃないんですよね。なんか、駄菓子屋とかのお菓子で、それはそれでいいんですけど、味が下水感じがするんで、僕はあんまり好きじゃないんですよね。
ツイッターフォローしてね。まあもうブームは去りましたけどね、余裕で。はい、うん、ブームは、去りました。まあユーハイムとかが普通に美味しいです。あ、クラブハリエとかもまあいいですね。ユーハイム、クラブハリエ、年輪屋、まあ、そこら辺の普通の、まあ、普通のバームクーヘンでいいですかね。正直。で、プリンも、僕、モロゾフが好きなんで、で、そう、皆さんもおっしゃるようにですね、この、社長が、社長がグイグイ出るんですよね、前に。で、なんすかね、こういう、とこの社長ってですね、前に出たがるんですよね。で、もう社長がですね、これですね、やっぱもう社長もやっぱこう、品がないので、これマダムシンコですね。はい、今見た人、マダムシンコのバームクーヘンです。あ、で、これがだからマダムシンコさんですね。要するに、さっき言ってた、何でしたっけ、河村信子さんですか。はい。なんで、もう、僕が、で、この人がやったらテレビにね、特に、これ大阪なのかな、あ、美濃にもあるんですよ。マダムシンコってね。で、この人がですね、テレビに出るようになって、あ、この人、このバームクーヘンを買ったら、この人間に、お金が入るんだなと思うことで、僕一切、もちろんさらに、嫌いになりましたね。買わなくなりました。これ僕、前の配信とかから何回も言ってると思うんですけども、結構ね、この方だけじゃなくてね、なぜかね、スイーツの有名な、ちょっと名前言ったら、荒れるか言わないですけども、まあまあスイーツのね、有名な、社長さんってどれもろくでもないんですよね。これ本当に。あ、デイジさん、ミノーのお店はね、もうデリチュースでいいですからね。ミノーはデリチュースっていうちゃんとしためちゃくちゃ美味しいチーズケーキ屋さんがあるんで、はい。まあまあ有名なね、チーズタルトの社長とか、あとは何でしたっけ、ロールケーキの社長とか、まあ、そこそこ、その本人、を知ってて、本人がどういうことをやってるかっていうのを知ってるんですけど、マジでね、なぜかその、なんだろうな、このお菓子屋の社長って僕の知ってる限り、まあろくでもないんですよ。これなんでなんですかね。あ、そうそうそう、ジェーンさんのように、この間のくず餅屋さんの社長もそうですよね。まあ、あの社長は知らなかったんですけども、なんでかがわかんないですね。その、まあ、ロールケーキ屋、某ロールケーキ屋はですね、もともと、まあ、ホステスなんですよね。はい、まあ、国籍も日本人じゃないんですけども、のホステスで、愛人がですね、牛乳屋さんだったんですよね。牛乳屋の社長だったんですね。で、牛乳屋の社長は、要するに牛乳屋さんなんで、まあ、牛乳使って、安く入るじゃないですか、牛乳が。自分がね、社長なんで、何かやればっていうので、完成したのが、その某ロールケーキ屋さんなんですよね。あれも人間的にですね、すげえろくでもない、社長なんでね。はい。だからまあ、そこら辺もあってですね。あとはまあ、某チーズタルト屋さん。あれはすげえ、ろくでもない、社長ですね。なんでその、スイーツ系がろくでもないかはよくわかんないですよね。まあ、もちろんね、全部が、全部じゃないと思うんですけども、まあ何かこう、成り立ち、があるんですかね。まあね、味はね、別にね、あかね丸は、まあ、よく知ってますね、サチンさん。あかね丸は、まあ、大阪で有名な、関西で有名などら焼き屋さんなんですけど、あかね丸のですね、まあ、社長さんは、社長というか、あの会社の、
社長は僕のまあ知り合い、仲のいい友達の知り合いな、知り合いというかまあお客さんなんですけども、赤に丸はもうなんか社長があの歌だけ出すのやめてほしいって言ってましたね。はい。赤に丸の社長はですね、はい、なんか趣味でね、作曲してるのかな、作曲と歌うのが好きなんですよね、茜丸の社長で。よくわからん、その音楽活動さえですね、しなかったら、その茜丸ってなんかバチバチの黒字らしいんですけども、はい、なんかの社長のその音楽活動のせいでですね、その業務に圧迫してるらしくて、クークーさん美しいことあります、はい、っていう話を言ってましたね。だから別にその社長は別にその、善人だと思うんですけども、とにかくなんか音楽活動をしたいみたいなんですよね。はい、赤レマルの、社長ね。詐欺師の報告は気づこうかいまで。だからどうしても音楽活動とですね、そう、茜丸、まあ茜丸しかも美味しいですからね、どら焼きで有名なんですけども、そうそうそう、まあ元気、まああれでね、ちょっと話題になってる、気もするんでね。まあ茜丸はだから可愛い方ですよ、社長が音楽好きっていうだけなんでね。じいさんもう一曲やす、そうそうそう、いう話を言ってましたけど、でもまあ逆に言うとね、みんなあれでなんか大阪の人とかはですね、茜丸知ってるんで、名物社長のおかげでね、茜丸を知ってるので、まああれはあれでいいんじゃないかなと、そんなに悪くはないんでね。ただこのあの社長を見てね、逆に言うとまああの茜丸社長を見て、あ、なんか茜丸食べたいなとか、ドライ買おうかなと思うので、まだ社長はそんなに、音楽活動を控えていただければね、ちょっとだけ、はい。でもこのマダム進行とかですね、さんとかは、まあさっきもチャットで言われたように、この人出たら出るだけですね、やっぱこの商品を買おうと思わないんでね。だからこういう人はですね、まあそもそも表に出るべきではないんですよね。まあこういう写真を撮るんですよね。で、まあいつも言いますけども、乾燥枠ですから、まあ、この、面相だけじゃなくて、他の部分も見るわけですよ。そうしたらですね、このよくわからんですね、なんか、王女様、お姫様みたいなアクセサリーとかですね、この常にヒョウ柄の服、で、このまあ、後ろのですね、ソファーのセンスですね、ソファーにもヒョウがプリントアウトされてますからね、プリントされてますからね。はい、だからもうこれを見てですね、あ、マダム進行買おうかなっていう人がですね、増えないんですよね。だからもうこういう人はですね、出ない方がいいですね。僕もこの人を見てから絶対に今後一生マダム進行は食べるのやめようと、心に誓いましたからね。だから、こういうのは、前表に出ない方がいいですし、まあ、なんでそういうふうに思うかっていうとですね、もう、面相も含め、この服装とかもですね、全部は良くないからですよね。はい、やっぱ、感想学的に、競争ですからね。そうそうそう、まあ、アグネスちゃんと似てますよね、感じがね。そのね、金持ちアピールって、しなくていいんですよ、別に。なんでその、金持ちアピールっていうのは、要するにその、マウント思考の表れですから、だから、まあ、いつも言いますけども、服装とか、顔だけじゃなくて、所作も見るんで、まあ、このポーズでわかりますよね。どういう人かっていうのが。悩み相談はマカロンまで。このポーズでよくわかると思うんで、つけてるアクセサリー、あとこの、ピンクの服ですよね。そしてこのヒョウ柄のアウター、それでこの人がどういう人かっていうのがよくわかるので、まあこれを見たら絶対に、買わないでおこうと思いますよね。出るべきではないですよね。この、なんすかね、指輪ですかね、指輪もすっごいでかいですね。これ、
なんすかね、このポーズとこの表情わかるじゃないですか。あの、いや、首のツボを押してるわけじゃないですからね。はい、あの、北斗の拳の時のようにこれ飛行をしてるわけじゃないんで。まあ、これはですね、は、あの、まあ、片肘ついてですね、こう指、を、まあ、首に、首ら辺にですね、顎の下ら辺に置いてですね、君給料いくらみたいな感じの、顔してる写真ですよね。うん、そんだけしか給料もらってないのみたいな感じの、写真ですから、うん、あの、やっぱりこう、こういうのをですね、メディアに出すべきではないですね。うん。なんで、まあ、あの、そこら辺が、もう、なんかね、もう、僕としては、なんかこの、バームクーヘン屋さんより、あの、まあ、占い師ですね、これ。インチキ占い師が向いてますよ。まえさんあります。うん。これ、むしろですね、まあ、タロット占いとかやってる人の方がですね、あの、向いてると思いますよ。そうそう。これはもう、あの、占い師とかですね、変な霊媒師とか、なんかスピリチュアル好きそうですけどね。スピリチュアル好きそうですね。まあ、あの、顔はやっぱ、どぎついのでね。この人は、見たらわかると思いますよ。これはまあ、ビジネス、のね、仕事は、まあ、うまくいったかもしれませんけども、これですね。まあ、面相を見てもですね、こっちはですね、ユーザー S5KB さんあります。そうそうそう。別にね、その若い時はね、顔は綺麗だったんじゃないかなと。むしろその、ね、20歳とか、そこら辺の時はですね、なんか顔は、美人、だったんじゃないかなと思いますけど、そのセンスとか、そこら辺がですね、あんま良くないですね。はい。まあ、あとですね、顔がですね、まあ、がっつり、なんていうんですかね、もう男勝り、この張った顎とですね、この肝骨、そして鼻。だから、金は、はい、非常に良い、金とか仕事はですね、非常に良い、あの、面相はしてるんですけども、やっぱその、目の部分ですね、目の部分が、闇がある目でですね、はい、形も良くなく、まあ、競争ですね、いわゆる競争ですね。あの、いい風に言えばですね、まあ、一つのものに、突っ切れる、打ち込める、その代わり、まあ、そのものに打ち込む代わりにですね、他のものを犠牲にするとか、はい、他のものを気にしない。要するに自分が、この、なんていうかね、のめり込むものに対してはですね、はい、他のもの、邪魔するものは排除するという排他的な考え方も、ありますからね。だから、ただまあ、あの、マウント、ボス思考、はすごい強いんでね。だからまあ、女帝、女王、っていうのをですね、目指してるタイプじゃないですかね。まあ、あの、その、常にヒョウ柄とかですね、あとは、まあ、服装から見るんですけど、あの、ピンクの服と、ヒョウ柄、あと、家具が金色とかですね、ああいうのもですね、まあ、自己顕示欲の表れですね。はい、もう、承認欲求のみで、はい、生きてる方なので、なんで、まあ、あの、先ほどのマカロンみたいにですね、こういう給料とかで、揉めるのは当然ですよね。だから、その、自分とか、まあ、自分の服とかね、自分の家具とか、例えばそのエステとか、自分のことにお金使うのはいいんですけども、こういう人間ってですね、自分以外のことはもうどうでもいいタイプ、の人なんで、こういう揉め事が、起こるんでしょうね。まあこういうのって、まあ、双方、本当はね、こう、勤めてた人と、会社側、従業員とね、法人側の両方の意見を聞かないと分かんないんですけども、まあ、あんま嘘はなさそうですけどね。こういう話は。インディードに35万以上と書いてて、使用期間25万3ヶ月。だからまあ、その、額面通り書いてたのにもらってないっていうのは、きっちりもうその、証拠が残ってますからね。はい、だからその、
35万円以上っていうのはですね、この求人サイトに、証拠がもちろん、ね、アーカイブでですね、履歴が残ってますし、はい。で、この人が17万円、っていうのはですね、もちろん給与明細とかで、はい、きっちりと、残ってますから、これはやっぱ勝ちようがないんじゃないですかね。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。おそらく、嘘はないと思いますね。高級労働権ではないと争う規制です。まあ、争ったらいいと思いますけど、まあ、大体ですね、こういう事例じゃなくても、日本ってね、結構雇用者の方が、まあ、強くできてるんで、実際。はい。これ、会社経営とかしたらわかるんですけども、だからまあ、これはまあ、200万、満額かどうか分かんないですけども、まあ、従業員の方の方が正しいんじゃないですかね。で、まあ、あんだけね、なんか、つけてる宝石とかですね、まあ、実際値段分かんないですよ。宝石とか、時計とか服とか、でも、まあ、こういうのを起こされるぐらいだったらですね、もう最初から、払ってあげたらいいんじゃないのと、思いますね。そう、ゆいのさんのように、エンリケと一緒なんですよ。から、ああいう、なんていうんですかね、ギラギラの写真って、インスタとかですね、メディアに出してたら、なんかお金のトラブルだった時に、いや、お前お金あるって言ってたやんって言われるんですよ。今散々エンリケとエンリケの旦那も言われてますよね。なんか、詐欺のね、被害者にお金を返すお金がないとかですね、あと、青汁王子の配信でですね、なんか無一文やみたいなことを、言ってたみたいですけども、いや、散々今までお金あるって、自慢してきてたやんっていう話になるんですよ。ブランドのバッグを出してですね、なんかダイヤの指輪出して、そう、ポンリケさんですね、ごめんなさい、ポンリケさん。それで、こういうお金で揉めたときに、いや、今お前お金ないっていう話は通じへんでっていう、ことなんですよ。だから、そう、こういう、なんで最初からですね、そういう金持ちアピールとかやめなさいっていうことなんですよね。そう。で、結局、エンリケ、ポンリケさんにしろですね、マダムさんにしろですね、シンコさんにしろですね、まあ、こういうことやるとですね、結局自分にしか、お金使えへんなんていう、ただ、それはケチなんですよ、単なる。自分にだけお金を使って、他の人にはお金使わないとか、他の人のお金は、返さないとか言ったら、もう単なる主戦度の金に汚い人間っていう、認定がされてしまうので、だからもうそういうことやるとですね、一番ダサいんでね、だからまあ、こういうのはやめとる。それから、しかもね、ポンリキさんと違って、こういうのは普通の、ね、一般人相手の商売ですから、ケーキ売るっていうのね。こういうのがですね、メディアに出て、こう、世間に知れ渡るとですね、超大ダメージなんで、はい、もう、さらに買わないでおこうと。マダム進行のね、バームクーヘンをさらに買わないでおこうとですね、思いますから、この人のね、給料、以上にダメージが大きいはずなので、はい、やめといた方がいいと思いますね。はい、ということで、マダム進行の社長ですね。僕はもう一生買えません。はい、別に、もともと糖質高そうですし、はい、この社長から買うんだったらですね、ユーハイムを買います。本日のテーマのような話から、悩み相談、疑問、質問、意見など、何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと、占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。傷公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。Twitter はチャンネル最新情報、Instagram では火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。